はいどうもー、えー、エア監督の下石浩司です。はい、えー、まあこういう形式のね、えー、配信は久々なんですけども、あのー、まあ今日ね、あのショートホラーの第4弾、えー、見ていただけますかね今まで、えー、ショートホラー第1弾、第2弾,弾、第3弾、えー、あのー、ね、YouTube の方に公開してますけども、えー、第4弾をね、今回上げる予定だったんですが、ちょっと、まあ、他の仕事が忙しかったりとか、えーまあ 今回のね、えー、回もちょっとあの、まあ、ちょっとした合成作業、ちょっとした消し作業みたいなのがあったりするんで、えー、まあちょっと間に合わなくてですね。えー、でまぁ、あ、ちょっとなんかは、えー、公開したいなというふうに思いまして、今回ちょっと近況報局と、<laughs> 近況 <laughs>、近況報告ということで、えー、ちょっと動画上げようと思いまして、今、えー、撮影してます。でですね、えー まあショートホラーね、えー、やってますが、あの、第5話まで、えー、撮っております。まあ第5話まで、あのー、1、2、3、4 5、5話まで作って、えー、まあこれをまあ第1シーズンみたいな感じで、まあちょっとこう、関連した連作みたいな感じで、えー、作りまして、まあ今、001からの005までっていうことですね。はい。まあ、これをですね、えっ、ー、と、まあ作れるタイミングがあったら、こういうのをバッと、まあ5話ずつぐらい作って、 えやっってていけたらなと思ってます、まあ、シーズンごとに内容は全然変わるのかまたあの関連するキャラクターとかが出てくるのかそれはちょっとわからないですけどあのとりあえず、えー、5話分撮影して、えーまあ、随時仕上げていっているという感じですね。はい、で、えー、そうですねあの近況としましては、まあ、あのなかなかねほんとこちらでも宣伝とかもしたかったんですけどなかなか触れられなかったあのオカルトの森へようこそこちらが。 えー、公開して、まあ、東京ではもう上映終了しました、えー。3週間の公開だったんですかね。はい。で、えー、とまだ地方の方で、えー、随時公開されていきますので、えー、そちらの方ね、あのー、見ていただけたらと思います。そして、えー、今日から、えー、今9月30日ですけども、2022年9月30日、今日から、えー、日活ロマンポルノ、ロマンポルノナウ第2弾、えー、愛してる。 ビックリマーク、愛してるという私の監督作品が公開されます。で、明日はあの、えっ、ー、と、渋谷のヒューマントラストシネマ渋谷っていうところで、えー、東京では公開しているんですけども、えっ、ー、と、今日から公開されるのが、あと、横浜のシネマジャックベッキーさんですね。はい。で、公開されてまして、えー、明日はね、あのヒューマントラストシネマ渋谷さんの方で、えー、出演者の皆さんと、えー、登壇しまして、 舞台挨拶ございます。ぜひ来ていただけたらと思います。それでですね、まあ他のこといろいろやってまして、あのーえー、昨日までね、3泊、3泊かな ?3 泊で、まあちょっと東京から少しだけ離れたところで、あの、脚本合宿をしておりました。これまあ撮るの、まあ撮るとしたら早くて来年ですけども、まあ来年撮れればいいなという感じの、えー、まあそれなりの規模、それなりの、まあ、 大きめののの規模の、えーまあ、作品をの脚本合宿し、ね、しておりましたこれはあの先日プチョンにね、あのー、企画マーケットで行きましたけどもその時持ってった企画これの、えー、脚本作業をしているまだ脚本作ってなかったんで脚本作業をしておりますだからまああのプチョンに一緒に行った中、あのー、川夏樹さんと一緒に行きましてで、まあ、プロデューサーの,あのクリスさんとね、えー、3人で ちょっと某所にこも、えー、りまして、で、こう、脚本作りをしていったという感じですね。で、まあ、3泊ですから、まだね、完成に至ってないので、えー、もうすぐね、第1項、あ、第1項は書いていた,だい,たいただいたんですよ、夏木さんに、高川夏木さんに。で、第2項が、えー、まあ、もうすぐ完成と。で、それをもって、またちょっと海外とかにね、展開しようとしていると、出資を募ろうとしているという感じですね。はい でえー、っと今後のことを言いますと、あのショートホラーの第4弾、第5弾、これをですね、まあ、近いうちに上げていこうと思います。でえー、あとはね、まあ、年内にね、ちょっとね、あのーまあ、心霊ホラーものみたいな、まあ、すごい小規模の、まあ、本当に昔撮ってた私の心霊ドキュメンタリーみたいな感じの、えー、すごい小規模の,あの作品を、えー 取ろうと思っておりまして、まあ、これあのー、もうほとんど実施政策みたいなスタイルで取、えー、ろうと思っております。でこれをね年内に取って完成させる予定なので、まあ来年早めのタイミングで、えー、なんか公開されるのかな。ちょっとまだあのー、ちゃんとおー完全に決まってはないのであんまり言えないですけど。 えー、多分、劇場でちっちゃいところで少し公開みたいなことはするんじゃないかと思います。基本的には、だから、配信とかがメインの作品にはなると思うんですけど。まあ、ホラーもんですね。はい。まあ、こちらもちょっと楽しみにしていただけたらと思います。あ、ですっかり忘れとりました。あの、怖すぎね。怖すぎの新作を、えー、先日ね、えー、撮影しまして、まあ、撮影もクランクアップしまして、 で今さあの、仕上げに入っているところですね、えー。編集の宮崎さんに今素材を預けて、えーまあ、第1段階の編集版というのをまさに今編集していただいているところです。もうすぐ、えー、編集が上がりましてでそこから、あのーまあ、上がったものを見て私が入ってどん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 詰めていく作業というのをやると。でまあ、結構いろいろやらなきゃいけないことが、あのー、合成作業も含めてありますので、まあ、来年の1月あたりの完成と。 えー、来年1月中の完成というところを目指しております。はいまあ、そんな感じですね。で来年はまあ,あのいろいろ進みそうな企画があ,ありまして、えー、まあ,あの楽しみにしていただけたらなというふうに思います。えー、とちょっと詳しいことが言えないんですけど、まあ、企画はいくつか動いております。はいまあ、そんなこんなでね、えー あ、あとあれだ。これを言わなきゃいけませんでした。あの、えー、ついにですね、えーまあ、この YouTube 白石浩二チャンネルがですね、えー、収益化のラインを超えまして、えー、ついに収益化できることになりました。ありがとうございます。えっ、ーえー、と、これはショートホラーの第1弾を公開した後ですかね、確か。 にえーまあ、その前の辞書、あのー、と女神の継承について話した動画もかなり回っててあれ、まあ、しかも時間が長いんでね、あのー、結構率が良くてで、えー、とショートホラーも上がって、まあ、その勢いであの結構お、まあ、この収益化のラインである、あのー、登録者の1000人っていうのはまあもう超えてたんですけど、えー、直近のお 直近の、まあえっと、再生時間直近1年間の、えー、再生時間が4000時間を超えてないといけないというのがありまして、まあ、それをずっと超えてなかったんですよ。でその10月あたりでそのもう1年 YouTube 始めて1年経つんでそれまでに4000時間超えてなかったら一番最初の方のねあの再生数が結構良かったんで、まあ、それがあの使えなくなっちゃうんで直近1年間ですから。 換算されなくなっちゃうんで、やばいなと思ってこうすごい焦ってたんですけど、まあそれでショートホラーも作ったんですけど、まあなんとかですね。えー、本当に皆さんのおかげで、あのー、実現というか収益、えー、化実現することができましてですね、えー、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。でえー、まあ、やれたら近いうちにちょっとあのー、一緒にね。まあちょっと協力していただいている方々とあの生配信できたらいいななんて。 えー、思っておりますので、その時またね、あのコメントでなんかやり取りできるといいなと思ってます。あ、あと先日のね、えー、今全編公開してますけども、えー、ネオフラーラジオさんとのコラボ、こちらもね、かなりあの好評いただいておりまして、ちょっとね、本当にあの私の方のパソコンのトラブルで、音声が私の方の音声があのパソコンの えー、パソコン、ノートパソコンについているマイクでしか、あの、録音できないっていう状況になってしまったので、それが本当に申し訳なくて、ちょっとだから音質が悪いんですよね、私の声が。それがちょっとまあ、お聞き苦しくて申し訳ないんですけども、もうネオホラーラジオさんね、本当にあの、チャンネル面白くて、あの、未解決事件ですね。まあ、まあ、もういろいろ話してるんで、ネオホラーラジオさんとのコラボ。で、えっ、ー、と、私の方でもまあ、いろいろ話してますんで、まあ、そちらの方を聞いていただけたらと思うんですけど、 えー、まだね、ネオホララジオさんの方あの、聞いてない方がいましたら、ぜひぜひ、あ,のあちらのチャンネルの方も覗いてみてください。えー、というわけであの、これからもね、いろいろ年内にも、えー、楽しい YouTube、楽しかったり、怖かったり <laughs> あの、する YouTube、あとはまあ,あの、なんだこれっていうようなダラダラした。 ゆる、ね、く、えー、配信していきたいと思っておりますので、えー、今後ともよろしくお願いしますとりあえずは日活ロマンポロドの愛してるですね、えー、東京そして横浜にお住みの方は、えー、ぜひぜひ、えー、ヒューマントラストシネマ渋谷、えー、あとジャックベティいずれかの方にねぜひ見に来ていただきたいですあの誰も死なない <laughs> あの誰も死なない、えー、明るい まあちょっとね、ちょっと心がキュッてなるところも、まあさすがにそれはあ,あるはあるんですけども、えー、基本的には明るく楽しいあの映画になっておりますのでね、えー、それで、そして誰も死にませんので、はい。安心して見に来ていただけたらと思います。R18 ですけどね。はい。というわけで、えー、今後もよろしくお願いします。それではまた